どうも、お疲れ様です。文教堂ファンです。今日はですね、おそ松さん関連なんですよ。お待たせしました。皆さん、大好きですよね。今、大ヒットしてます、おそ松さん関連です。実際ですね、アニメディア、4月号。オトメディア、パッシュ、ニュータイプロマンス。で、そういう感じで、そうですね、ここにもおそ松さん。で、パッシュの方にもこれは、クリアファイルがありますね、これ。クリアファイル。あ、いいですね、これ結構ね。で、オトメディアの方は、そうですね、こんな大きいポスターがついてます。はい。で、アニメディアの方は、そうです、特に付録は、ごめんなさい、ちょっとなさそうですね。でもですね、いろいろアニメ雑誌にですね、クリアファイルとか、ポスターとかはついてるんですけど、意外にですね、狙い目のものがあるんですよね。多分、まあ、こちら、アニメ雑誌のは結構持ってる方多いんですが、そうですね。こちらです。月刊 U。毎月15日発売。で、これがですね、実は、おそ松さんが連載されてるものです。はい。で、今回、4月号がですね、そうですね。そうですね、100ページからですね。100ページから、結構長いですね、これね。132ページまで、結構ボリュームありますよ、これ。で、今、唯一、おそ松さんが連載されている本誌でございます。月刊 U です。はい。で、今回はですね、すごいですよ。なんとシール、ステッカーがついてます。ちょっとだけ見せちゃいますよ。見ました？じゃあもう一回いきますよ。じゃあしょうがねえな。じゃあちゃんと見せます。はい。こういう感じで、おそ松さんのステッカーがついてます。はい。これ結構意外に狙い目ですよ。はい。そうですね。まあ書店の方もおそ松さん関連で大変助かっております。はい。そうですね。今度はファンブックとかもね、出ますからね。楽しみですね。じゃあ今日は終わりです。お疲れ様です。